続いて特集です。読谷村のソベ集落では戦後アメリカ軍の鳥居通信施設の建設に伴い住民たちが立ち退きを余儀なくされました。強制的な立ち退きから今年で70年の節目を迎え、ソベ自治会ではこうした歴史を後世に伝えようと企画展が開かれています。横田記者のリポートです。今月20日、読谷村のソベ公民館で始まった企画展。会場には戦前の集落の写真や映像が流され、懐かしんだり興味深そうに鑑賞する人々の姿がありました。この自分が生まれたところがその強制的に移転させられたっていうので、思いがすごくあると思うんですよね、移転させられた方にとってはね。で強制移住させて70年という歴史をこう資料を見てみると、ああ大変なことをなさってきたんだなというのがよくわかりますね。かつての集落の光景を感慨深そうに見つめる一人の男性がいます。元ソベ区長の池原源夫さんです。大変ですね、よく集めましたね。沖縄戦でアメリカ軍が最初に上陸したのは読谷村で、ソベの人々は上陸前に国頭村などに避難を余儀なくされました。町を切ってこれてたってたんですよ。あ、なるほど。帰ってこないようにアメリカ軍戦車が骨が来ないようにみんなこれてたんで、ずっとこれてたんです。鉄の暴風と表現される苛烈な地上戦によって焦土となった沖縄。終戦後、池原さんをはじめ人々がソベに戻ることが許されたのはおよそ2年後の1947年でした。うちの三男ですけれども、うちの大黒は子供で一旦帰ってきたんですよ。だから早く帰りたいとみんなそう思っていたわけです。生まれたばかりの弟を抱いて故郷に戻ろうとする母親の姿を池原さんは今でも鮮明に覚えています。すべてを失ったところから少しずつ復興していった矢先、集落に激震が走りました。大騒ぎですよ。どうするんだろうということで、終戦から6年後の1951年、アメリカ民政府はソベ一帯に軍の通信施設、現在の鳥居基地を建設することを決め、住民たちへ立ち退き命令を出しました。当時の陳情には故郷を再び追われることになる住民たちの悲痛な思いが綴られています。祖先並びに我らが築き上げた居住地を去らなければならぬことは我らの最大の悲痛であります。年寄りなんかも農業しないと掘ってもいけないし、皆さん軍作業があるんですけど、そっちに1ヶ月タバコですね、ヒットボールしか分しかないですからね。しかしこうした思いが顧みられることはなく、この年の12月に工事が強行されました。前のは22年の2の小技があったんですよ。もうこれだけですよ。4つぐらいの底に押し込められてるんですよ。鳥居基地は集落の7割と大部分の面積を占め、追い詰められたおよそ400世帯の住民は今から70年前の1952年追いやられるように現在の集落へ移動を余儀なくされました。立ち退きによって住み慣れた家のみならず、生活の糧だった農地まで手放すことを強いられた人々は、生活を維持していくために基地内で耕作を続けるいわゆる黙認耕作地を何とか条件付けます。しかし軍の裁量によって黙認耕作地への立ち入りを禁じられることもあり、
人々の生活は翻弄されました。もうここ閉めようと思ったらすぐ閉めるんですよ。そしたらもう作ってる芋から農作物みんな取れないでしょ。お手上げですよ。強制的に故郷を追われながらも生活には変えられないと、祖父の人々は苦悩を抱えながら基地と共に生きていくしかありませんでした。もうここが本当に中心ですからね。解放できないからこそ仲良くのをここして、またこういう木のご説を認めてもらわんといかんわけよ。強制移転から70年という歳月が経った今も、フェンスの向こうでは生活のために農業を営む人々がいます。池原さんは祖父の先人たちが歩んだ苦難の歴史を忘れず紡いでいきたいと語ります。戦後生まれの人たちにうちが知ってるは伝えるけど、今度の放棄企画も向こう全体のもあるけれども、そういう、まあ、子どもたちでもそういう祖父に対して、ね、興味を持ってもらったらね、それでいいと思うんです、うん。この企画展には住民が保管していた古い写真なども展示しています。当時を知る人には昔を思い出してもらって、また若い世代には苦難連続だった地域の歴史を知ってもらおうと初めて開催されました。居住地を突如として追われて、そしてまた自分たちで開拓してきた農地にもかかわらず、こう耕作を黙認してもらっているという表現が今も使われている、その不条理には胸が痛みます。企画展は27日までです。